はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットのセリカリフトバック 2000GT を作る、こちらの製作をやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画までで、一応ライト類のチェックとかその辺まで全部終わらせたんですけれども、ここからは、一気に内装とか外装の組み立てが始まると思いますので、やっていこうと思います。今回は77、78、79、80までかな、っていう感じでやっていきますので、最後までご覧ください。というわけで77号は、リアシートとトノカバーの組み立てということで、まあ、入ってる部品はリアシートの背もたれの部分ですね。背もたれの部分とあとトノカバー、荷台のカバーですね。荷台のカバーの部分とあと背もたれの背面のパーツですねが入っております。で、このトノカバーなんですけど、引っ張るとこうやって引き出せるようになってます。多分実車もこうなってるんだと思うんですけども、この辺もしっかりと再現されてます。はい、そしたら早速組み立てしていきましょう。まずは、リアシートの、背面のところに、このトノカバーを取り付けてあげる。こういう向きですね。こういう向きで取り付けてあげたら、ビスで固定してあげます。4箇所ですね。4箇所をビスで固定。こんな感じでトノカバーを固定してあげたら、その上から、この背面をかぶせてバチンとセット。これね、この背面のパネルをはめ込むときにちょっとトノカバーを引き出しておいてあげないと、トノカバーが挟まっちゃって抜けなくなっちゃいますね。ここ気をつけてください。これ説明書にはちょっと書いてないんですけども、そこだけ気をつけてあげてください。こうしてあげたらこうやって引き出せるようになります。ちょっと少し引っかかるけど、まあまあいいか。はい、こんな感じ。そしたら最後によいしょっと、フレームを出していきまして、フレームを出してきて、このフレームの後ろの部分ですね。あ、映んない。この後ろのここにこのちっちゃいビスをねじ込んであげます。要はトノカバーが引っかかる用のビスだと思うんですけど、ここにねじ込んであげて、最後までねじ込まずに少しだけ浮いた状態までねじ込んであげてくださいとのことです。要はこれで多分ここに
リアシートがねこうついて、でトノカバーをこう出した時にここに引っ掛けますよみたいな感じだと思います。こういう感じね。どこにつくんだろうねこれね多分ここだと思うんだけどな。ああちょうど穴があるな。ここにこうつくんだと思うんですけど、こういう形。だからもうちょっとねじ込みすぎると引っかかりが甘くなっちゃうから、もうちょっと出してる方がいいのか。こういう感じに、こういう感じになります。はい、まあ、ちょっとリアシートつけるのはまだ先ですけどね、こういう感じになります。これで一応77号の作業は完成になります。はい、というわけで78号の組み立てをやっていきましょう。78号は、リアシートの取り付けということで、リアシートの座面が今回は入ってます。座面とあとシートベルトですねが入っているので、まず、このシートにシートベルトを取り付けていきます。で、まあ、ここの穴にですねシートベルトを通してあげるんですが、通らないぞ。きつい。よよ。よいしょ。通してあげる。ね、結構この穴がギリギリなんで少し通しにくいですけど。通してあげたら、この先端8ミリに、接着剤をつけてあげる。今回使ってるのはこれデコプリンセスってやつですね、これをつけてあげるんですが、先っぽが固まってる。ゴム系接着剤はね、ほっとくと固まるんですよね。それは何でも一緒か。で、ここに折り返して接着してあげるんだけど、これゴム系接着剤だとつけにくいな。結構ねシートベルトに張りがあって、これつけにくい、かなりつけにくいので、瞬着でいった方がいいな。うん、こんな感じでね、瞬着でつけちゃう方がいいですね多分ね。結構このシートベルトが結構硬いんですよ。硬いので普通にこうやって折り返すと結構こう返ってきてしまうので、うん、瞬着でも一気につけちゃう方が多分いいと思いますね。こういう感じ。君はお役ごめんや。
はい、でまあこういう感じになるわけですね、シートベルトが。で次に、もう片っぽのシートベルト、こっちをつけてあげるんですけど、これはあの折り返してる方が裏になるように、ここが折り返してある方が裏になるように向きを決めてあげて、でまたこれもここに接着してあげる。ここにちょっとだけね切り欠きが入ってるので、ここに位置を合わせてあげて、ここで折り返す形でここで向きに気をつけながら、ここに位置を合わせてあげて、で流し込む。これでシートベルトの固定ができたので、表返してあげて、このシートベルトのバックル同士を接続。えらい浮くな。まあいいか。こんな感じ。ちょっと浮いちゃうのが気になるんですけどね。これ本当だったらこうペタンってなってくれないと嫌なんですけど、まあ仕方ないか。まあそのうちヘタっとなってくるかな。こんな感じ。そしたらこれを、フレームに取り付けていきます。よいしょ。このフレーム、あ、これフロントシートちょっと邪魔やったんでもうくっつけちゃったんですけど、あのスライドレールにスッと入れるだけなんで、こんな感じでつけてあります。でここにシートのリアシートの座面を セットしてあげて、でその上に、前回作ったこの背もたれの部分ですね、背もたれの部分のここが座面の上で、ここのちっちゃい穴にこのちっちゃいピンがかかるようにして、上からギュッと入れてあげる。割と硬いな、なんか。あれ入ってない。ん？あれ、ちょっと待って。よいしょ。思い切り刺さなくていいのかな。はい、こんな感じ。これでリアシートの取り付けが完了しました。こんな感じで、前回の後ろについてたこのトノカバーがこういう形になるわけですね。はい、これで一応今回の78号の組み立ては完成になります。
はい、それでは79号やっていきましょう。79号は、パワーウィンドウスイッチの取り付けということで、ドア内装ですね。ドア内装と、パワーウィンドウのスイッチがついてくるので、これをあ、穴のサイズがあるここにバコッとはめてあげる。よっかた、よし、こんな感じ。はい、これで、終了になります。ちょっとね、でもね、質感がプラスチック丸出しすぎてちょっと微妙な気がしないでもない。まあちょっと考えましょう。まあもしかしたら最悪この上にちょっとトップコートだけでも拭くかもしれないですね。ちょっとプラスチック感丸出しすぎてちょっとあれなんでね。はい、まだ考えようと思います。はい、というわけで、これで79号は終了で、次70はい、それでは80号をやっていきましょう。80号は、助手席側ドアトリムの組み立てにということで、前回作業した、このドアトリムに細々した部品をつけていく作業をやっていきます。はい、というわけで、パーツがこんな感じでいろいろ入ってるんですが、この窓のパーツに関しては今回は使いません。なのでこれはもうちょっと気づいたりとかしたら嫌なんで、このまま保管しておきます。で、他のパーツを順番に組み付けていくっていう感じでやっていこうと思うんですが、ちょっとね、前回も言ったんですけど、このドアトリムちょっとあまりにもプラスチックすぎてちょっと見た目がいまいちっていうのもあるので、多分素材としては合皮かレザーかどっちかだと思うので、実物はなのでちょっとね、軽く塗ってしまおうと思います。はい、というわけでちょっと中断。はい、そしたらですね、ガイアカラーの、セミグロスクリアプレミアムを拭いてきて、こんな感じになりました。まあだいぶちょっとプラスチック感が少し減って、でもまあ若干光沢のあるつや消しみたいな感じ、まあ、あの半光沢のクリアなのでこんな感じにしたので、これにパーツを組んでいきましょう。はい、で、あ、そうだ、さっき外したこいつ先つけちゃおう。これ前回つけたね、パワーウィンドウスイッチ、塗るときに外したのでもう一回つけ直してあげて、で今回のパーツをつけていきます。で、まずはインナーハンドルと、スイッチピンの取り付けってことで、まずはドアハンドル、ドアの、あの開閉のハンドルですね、ドアの開閉のハンドルをここに取り付け、これもピンのサイズが前後で違うので、正しい方向でしか刺さらないようになってます。刺してあげるんだけど、ここのゲート跡が、よいしょ、刺してあげる。こんな感じね。刺してあげたら次に、この裏側に、これ何なんだろう、スイッチピンって書いてあるんですけど、こういうピンとスプリングをこう重ねてここにセットしてあげて、でスプリングが、落ちこないようにこういう風につけてあげる。わかります？こういう感じね。こういう感じでスプリングをとピンをセットしてあげたら、上から、このパーツで、このピンを押さえると。あ、つつ。
表裏はないのかな。こうしてあげる。これで一応ここのこのピンがバネで動くようになるって感じですね。これちょっと何のためにあるんだろう。あのドアがパチンって閉まるようにですかね。まあ、こんな感じでついてます。でちょっとこれ意外と緩いんでちょっと外れちゃいそうだから、ちょっと念のためね、ここを流し込みで接着しておきましょう。はい、これで OK。 はい、これで、今回の85に関しては組み立て終了になります。はい、で、次の81号では、ラゲッジベルトの取り付けと、助手席側ドアトリムの組み立て3ってことで、あのトランクにベルト荷物が動くのを防ぐ用のベルトがつくのと、あとドアの内張りの続きをやっていくみたいです。はい、というわけでまた来週も作業はやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。はい、というわけで、77号から、77、78、79、80の4号で、リアシート周りとあと助手席の内装ですね、助手席の内装、ドア内装が完成しました。はい、まだまだちょっと先は長いですけれども、まだ引き続き作業をやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけたらなと思います。で一応まあ、今後も、毎週アップするのはサブチャンネルの方で、サブチャンネルのやつを1ヶ月に1回まとめてこっちのメインチャンネルの方で、アップしますので、毎週見たいと思っていただける方はサブチャンネルの方も、チャンネル登録していただけたらなと思います。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。